どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。 How to eat worker かっこトロール、車を食べる方法ということですね。ちょっと何言ってるかわかんないんだけど、説明文の最後見てください。グリッチレスって書いてるでしょ。バグなしということなんですよ。ここんとこ最近のトロールコースはずっとバグコース、もうずっとバグコース、もうずっとバグコースばっかりだから、たまには僕も普通のコースをしたいわけなんですよ。それでもなんか物足りないな、バグコースが見たいなと思ってるそこのあなた、大丈夫だ、代わりに僕がバグっちゃえばいいんだからだそれじゃあやっていこうか。クリア率は 1.08%。 そういや衝撃発言をしますけど、僕鼻の手術をしなくちゃいけなくなったんですよ。というのもなんか最近息がしづらいなと思って耳鼻科に行ってきたんだよね。そうすると右の鼻かな、そこの鼻の穴が半分塞がって俺はサクだ、開幕調査官だ。めちゃめちゃすげえ簡単に話すと、鼻の中が傷ついてそこを修復するときに鼻の中半分がひっついてしまったみたいな、だから手術が必要ですって言われたんだよね。いやこれマジでめちゃめちゃ息がしづらいからちょっときついんだよね。夜中寝てる時でもさ、プスプスって音がするんだよね。やめろ、一緒にやけ。で手術する日が7月30日って言われたんですよ。でやった後が問題でさ、もしかしたらそっからちょっとの間だけ実況できなくなるかもしれません。1週間か2週間かわからないんだけど、最近あばらもやっちゃって今度は鼻みたいな感じだよね。本当にごめん、みんな迷惑かけちゃって。いや僕もね、なりたいでなってるわけじゃないのよ。辛いのが3日間ぐらい鼻の中にガーゼを詰めとかないけんらしいんですよ。また傷口がひっつかないようにね。お前は詰めんな。だから寝る時とかも鼻で呼吸できない、口呼吸で寝らなくちゃいけないから、マジで寝不足になるみたいです。まあそんな状態でこんな実況やってったら僕死ぬぜでもね、なるべくみんなに迷惑はかけないように取りためをしていきたいなと思うんですけど、目を覚ませくまくらー。まあ僕自身取りためはあんまりしない人間なんですけどね。そんで手術にかかる費用があるじゃん、30万かかるって言われたんだよね。めちゃめちゃ高くない？僕の鼻自体に30万の価値もねえよ。ここは降りてっていいのか？なんだこれ、バスじゃないのいやどうなんだろうね、これどこまで行くかが。30万もあったらさ、うまい棒3万個も買えるじゃん。とかなんとか言ってたらさ、うまい棒3万本は買えないですよ、1本12円か13円ぐらいだから何棒ぐらいですね、とかいうマジレスをするな。わかりやすく3万個って言ってるだけじゃんか。なにこれ、真ん中の派手なブロック、なにすげえ叩きてえよな。でも叩いたらブラパが出てきて塞がれるとか、うわーどうするこれ。もうさ、みんなも気になるでしょ、叩いてみようか。出たー邪魔だー。まあ正直怖くないって言えば嘘になります。失敗したらどうしようみたいな。で病名なんだけど、漢字が15文字ぐらい並んでて、マジでなんて読むか分かんなかった。さあこれで中間ポイント取らせてくれ。どけよお前ら俺があげて、そっちをあげるんじゃないよ。その方だよ、僕の鼻の穴突っ込んで鼻の穴開けてくれよ。下のブランカもなんか怪しいんだよな。じゃあここは右行って左、坂田。いいいいいい、すげえいいコース、バグなしのさ。あれ魚落ちてこないね。魚落ちてきた。じゃあここから右ダッシュしていこうか。絶対これじゃ中間。いやえ、これ乗っていいのかな。左上のこの隙間は特に何もない。うわ絶対引っかかるって。え、もう乗っちゃおうかシンプル。いや面白い、ただ砲台が左に来るだけっていうのがめちゃめちゃ面白い。おお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 お壊れんだ。なるほどね、だからここに隙間があったのか。じゃあ左上に逃げておきます。でカキも踏んで右に行けますか。行けるね。でこのスネー用のブロック、さっきスネちゃんは動かんやったやん。今回は動くってか。動きませんね。まあブロックを叩いて左に逃げていこうか。それでもスネちゃんは動きません。なんでだろうね。ジャンプして、あ、ジャンプして乗ったら動くっていう感じか。さあこの壊れるつらら、どうする。壊した瞬間できるだけ左で逃げてみようか。いけるか、いけるか。おっ、うん、なんかさ、バグトロールだったら引っかかって当たり前的な部分があるじゃん、絶対わかんないから。でもさ、こういうバグなしトロールコースだったら引っかかったらなんか情けねえような気がするみたいな。これ上行けんの。もうブランコ邪魔すんなよ絶対に。右ジャンプ、よっ
中間はまだっぽいね。左ギリギリまで行ってみようか。何もない。じゃあこのツタに捕まって床あるちゃんと床もある。うわ、どうする。これハテナ叩いて右に逃げてみようか。あ、いい上を。いらねえからそんなの。リンクを通った後素直に返してくれるとは思われ、だけど行くしかないんだ。通った瞬間右ダッシュ。特に何もない。さあこのバックを倒して。これは弓で発動はできないか。じゃあ叩く以外ないよな。バカー、この人のコースマジでめちゃめちゃいいコースじゃん。やりよって相当楽しいわ。じゃあバネが出てきた瞬間ジャンプ。みっともねえ姿を見せるのはもうやめだ。ここから少し本気でかからせてもらいますよ。さあ右のブロックを壊してオンオフをすればいいのか。うわ、弓でする、爆弾でする、どっちがいいだろうな。爆弾投げて爆発するまでの間に一気に左まで行っちゃおうか。いけ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 、あエクスプロージョン。殺すプロージャンだね。このオンオフさえすることができれば問題なくブロックの方に入れると思うんだ。ブロックじゃねえ、土管の方に入れると思うんだ。絶対何も来ないと思うよ。よしよしよし、なんか来いと思った心の声はそっとしまっておきましょう。こいつは左に来るのか、どうなんだ。線があるけどもう下から行っちゃおうか。これでいいんじゃない。俺のバケなら左で待っておこうか。いや下から行くのかな。下からオープン。めちゃめちゃ危ない方。左にツタが出てきてくれんのね。そして鉄球で開けの上には行っても特に何もないか。うわ、ドクロレッドじゃん。いや絶対落ちる。これ下に行くとかない。うえお前ら地獄に落ちろ。こういう思いがけないのめちゃめちゃ好きだな。じゃあすぐ左に逃げます。オープン。よし、今度こそ連れて行ってくれるよね。うん、そうだね。こんなドクロリフト系のトロールだって面白いに決まってるじゃん。これ上でいいのかな。ジャンプでいいの。もう終わりにしましょうよ。何をだってこの頭の悪そうな実況だよ。俺は貴様頼むぜマリオ船長。次で中間ポイントを取らないと俺は俺のままでいいんだ。何を言ってんだ。ハテナブロックを叩くんだ。キノコ様はどこに来るんだ。ここだ。俺じゃなくなる。そろそろ頭大丈夫。あい、うーはーキノコここで取れます。ちくわの先にはね、でも行くしかないんだ。石親父が撃ってきてもカットなし。これが本当の地域者の姿。そんな目で見ないで。これが本当の姿なんだけれども、次は絶対に行くよ。どこにいてんだと思ってるでしょ。はい、ブブ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 ブ。もうね、僕すげえマジでね、もう進めない。もう声が出ない。このドアの先でいいのかな。もう今日僕説教なんてできない。やめろクロ、マジでやめて。どうす、落ちてきて。バカ。もうね、本当に見せてあげたい。僕が今マジでどんくらい汗をかいてるかってね。もう 100m 走全力疾走ぐらいだよ。ベッドー。これ右を審判でいいのかな。なんか上のワンナップの方に連れて行かれそうですけど。よしよしよし、土管は土管に入れませんわ。ならここはすぐ上に行っちゃおうか。そうすると上に土管があったのがさっき分かったもんね。ゴールはまだ。あのキノコどうなる。いけるかな。サンマス飛び一発マリオとかでありそうじゃない。任せてみんな。いけるか。ならば土管から出て右を引っ張る。そうするとこいつがキノコなんだろう。うん、違うんかい。これ魚とか落ちてくるんじゃない。大丈夫。キノコ様。
キノコが出てくる場所さえ分かればもうこっちのもんなんだよ。ここら辺で大丈夫。そうするとキノコが取れるというわけだ。これはパウ、一回でいいのか。笑うな。お願いってマジでゴール、僕も潰れちゃうよ。いろいろとさ、絶対なんか出てくる、分かってんだ。さから、一応倒しておくか。このハテナはバーブルかい？違う、じゃあ土管に入っていこうか。マジでほんとゴール、ゴール来た。スオンズってなんだ。もう分かったぜ、絶対にゴールしてみせる。集中するんで少し無言でいいですか。ゴールできるまでの間だけでいいんだよ。ここでジャーンプ、やったいや久しぶりにバグなしトロールをやったんだけど、これはこれでやっぱり面白いよな。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ただのバネ階段。サムネを見る感じバネと針だけが設置されてるから、あのバネの間一マスの隙間をくぐっていけっていうコースなんじゃないかな。で、説明文に山崎のダブルロール美味しい、この制作者なかなか分かってるね。でもそれを超えるものを教えてあげよう。丸ごとソーセージだよあれめちゃめちゃうまくない？あれをさ、ちょっと温めてケチャップを垂らすとマジでうまいんだよな。ケチャラはぜひ試してみてください。まあ私は今からこのコースでケチョンケチョンにやられてケチョラーになるんですけどねつまんねえ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.68%。 いや確かにダブルロールも美味しいんだけど、絶対に丸ごとソーセージの方が好きっていう方の方が多いと思う。かけてもいいね。さあこいつを登っていけっていう感じなんだけど、普通にこの間隙間入るでしょ。でこっからなんだよな、これ絶対針に当たっちゃうんじゃないのですよね。これむずいって。ここまでは全然いいんだよな。こっからしゃがんで左を失敗したまんまジャンプ、うわ一旦しゃがまないで行ってみようか。ここでジャンプ C の左を失敗したまんま全く進めませんね。もうわかんないよ僕、どうしたらいいの。じゃあ今度しゃがんで左を出発したままチョンチョンチョンって行ってみようか。あ、多分勢いでチョンチョンって行くことは間違いないと思う。こっからもう左を出発もしない、逆に走っててみようか。この隙間に入った瞬間いけるわけねえだろ。こっからしゃがんで左を出発しのチョン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 って行けると思うんだよな。チョンチョンチョン。だが今ので分かった、見てて。次は3つ目ぐらいまで行ってみせるから。バネ邪魔すんだ一つもいけねえじゃねえか、もうここすら難しいんだよな。こっからちょんちょんでいけるっていうのは分かってない。バネに当たらないようにしていけないかな。それができれば簡単っぽいんだけどいや最初のバネがマジで邪魔くせんだよ、もうバネ邪魔すんだってここ右まで行って、右ギロチン。最初の乗る位置さえ分かればあとはポンポンって行けると思うんだよな。ちょっと真ん中寄りの右側にしてみようか。こっからしゃがんで左おしっぱからのチョンチョンチョン攻略を見つけたぞ。真ん中寄りの右だ、そうすれば先に進めるっていうことが分かった。この辺ぐらいかな。こっからチョンチョン、いや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 、ここまで来ればゴールしたも同然や。だから2個行って2個行こうか。全部通していく必要はないんだ。こっからチョンチョンちょっとカットしようかな。ここスタートに綺麗に戻されちまったけど、これマジでね、チョン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 、よしよしよし。でもう1回2個行ければ問題ないんだよな。これ分かるまでマジでめちゃめちゃ難しかったね。でもすげえ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。